おはようございます、みさぺこです。さて本日は出島博に行ってみた。そう、今回ゴールデンウィーク中に開催される出島博に私5月3日行ってまいりました。ということで、それらの模様を Vlog にいたしましたので、よかったら見ていてくださると嬉しいです。楽しみ。それでは、レッツゴー。あ、後ほど。はい、ということでメイクエリアにやってきました。もう眠気がやばいので先に化粧をやっちゃいます。本当に眠たい、気をつけたい。それではよー。はい、ということでメイクが完成しました。今からお着替えして、持っていくものに準備して髪型してってしたらちょうどいい時間になるかなと思うので、今からいろいろ準備していきたいと思います。それでは後ほど。はい、そろそろ時間なので出発したいと思います。今日はハーフツインにしてみました。楽しみということで、すごく今日も幸せな一日が過ごせるように楽しみたいと思います。それでは後ほど。はい、というわけでバスもバスじゃない、はい、というわけで電車構内に入りました。お、ちょうどいい感じに電車も到着した。それでは今から水彩ドライナー乗って長崎に向かいたいと思います。それでは後ほど。ということで水辺の森公園周辺に到着いたしました。今からいろいろ見ていきたいなと思います。いっぱい出店ある、すごく楽しみなので、今からね心いっぱい楽しみたいと思います。それでは後ほど。トートバッグをいただきました。やったぜ。ということで今から急いで並んでいきたいと思います。それでは後ほど。お疲れ様です。グレフルサワーにしました。めっちゃうまい、最高。この暑い中酒が染み渡る。ではお買い物続きます、後ほど。ということで、なかなかたくさんの量を買ってまいりました。これが浜屋根さんのカレーパンで、これがサバ寿司で、ホタテ貝のおにぎり、イカ飯、1人分だよ、1人分じゃないよ、鶏皮餃子、揚げ焼き餃子、これなんだっけ、あ、ヤンニョムだ、ヤンニョム付きということで食べていきたいと思います。いただきます。まずはお寿司から食べて。そうね、直せるものは一旦直しとく、邪魔になるから。これじゃない。どれ？イカ飯と。ホタテ？うん、ホタテ。あ、おこたま。おこたま。おこたま。エビとカキです。
忘れてたね。ママもお寿司食べる？もちろん。もうかけちゃっていい？うん、かけていい。これは食べて帰らないとだね。できる？お願いします。私はその間にヤンニョムチキンをつまむ。食べなさい。ねえママ、テーブルこぼさんと。うん、そう思って。でもね、ウェットティッシュもらったっちゃ、あの水売り場に。うん、うん、鶏ごぼう餃子、うまい。うまい、うん、浜屋根にあったからね。そう、浜屋根にあったから。めっちゃいい人だった、浜屋根ね。うん、うん、おいしい。餃子おいしいよ。うん、わさびいらんと。うん、うめえ。ママヤニョムいらんと。うん、ママとミサトでさ、胃袋の許容量2倍ぐらい違うっていうさ、うん、一つぐらい食べないのがって想像に。みさとと一緒に食べたらほんま食わなくなる。これまでのカキとエビとか。うん、ママどっちが食べたい？どっちも食べたい。半分こしよう。うん、めっちゃ嬉しい。後ほど見せます。覚えてたら。この後どこ行くの？アミュー。アミュー。アミューってどこ？もうそこ終わっていい？もういいね、うん、次行こうか。だってミサトの目的はチョコプラじゃなくて浜屋根だから。うん、次に大西さんが書いたトートバッグ欲しいんだって。かわいい。僕もブラインに行く。めっちゃ可愛い。いっぱいくれるよって思った。うん、ヤンニョムチキンさ、うん、ちっちゃかったんで1個増やしときましたって言わせたよ、うん、めっちゃでかくない？ずっとこのサイズ。うん、本当にこれでちっちゃいサイズなんと思ってる。私が普段食べてたヤンニョムチキンは幻だったかもしれない。めっちゃ美味しい。うん、うめえ。うん、やわらかいね。でも全然弱ない。でも全然まず。カレーパン食べたい。余裕ある？カレーパンも食べたいけど、イカメチとかも食べたいよ。食べたいよね。うん、でもなんかだんだんお腹いっぱいになってきて。わかる。なんかここで終わるような気配やった。うん、まだ全然カレーパン。なんだっけ、イカ飯とカレーパンが便利やっけ。うん、イカ飯ちょっとつまま。うん、カレー1個半分こせん。うん、これこれで、うん、タレがしみしみですよ。うん、もういらんとね。これ。うん。あ、タレうま。どうする？うん。うん。締めのいい匂い。ね、うん、めっちゃ美味しくない？うん。でした。1回のお買い物でお腹いっぱいになった私たちはこれから買い物へと向かいます。さあ今から向かうのはアミュプラザ
ってことで楽しんでいきたいと思います。では後ほど。はい、ということで帰ってまいりました。長崎駅、ここはですね、映るかなよ、アミュープラザ新館となっております。今からお買い物してきます。では後ほど。ということで、セボに帰ってまいりました。今からちょっとお夕飯も調達して帰りたいと思います。では後ほど。はい、ということで、ただいま我が家でございます。楽しかった。いや、浜屋根さんがめちゃくちゃ気さくな方で、めちゃくちゃ話してくれて、もう好きが止まらない。俺もって感じだった。もう本当に、好きってなっちゃいました。幸せでした。さて、そんな素敵な素敵なデジマハクも良かったんですが、購入品ですね。まずは、チョコレート。糖分が足りない時用のチョコレートですね。あとは、よいしょ。これは何？あ、コスメデコルテのパウダー。買っちゃった。調子乗っちゃったよ。私がデコルテのルースパウダーを買うだなんて、いや、ずっと欲しかったんだよね。ずっと欲しかったんだけど、このタイミングで買っちゃったって思って。で、あ、そう、浜屋根さんのボックス。これ、カレーパン3つ用だったんだけど、3つ買ったらサイン入りくれるってことだったので、買いました。嬉しい。大事にする。そして、次、リン。フォトアル、ファイル、フォトファイル。これは、カオステンボス歌劇団の写真を入れないといけないので、カオステンボス歌劇団用に買いました。次が、あ、よいしょ。サロニアのヘアアイロンです。めっちゃ値段見えるけど、サロニアのヘアアイロンです。私が使ってるヘアアイロンが接触不良で調子悪かったんで、買い替えました。次。じゃん。ハリーポッター、スリザリンの鏡ですね。ちょっと、開けてみよっかな。爪がいっちゃう。あ、よかった。このタイプだ。この、こうやって立てかけるタイプの、あ、めっちゃ向こう映る鏡になってます。よかった。私この手さ、割っちゃったんだよね。ベビタピのやつを割っちゃったので、よかった。次、じゃん、スリザリンのヘアターバンかな。もうね、ヘアターバンなんていくつあったっていいんだから、だってなくすからね。私この家の中でさ、ヘアターバンをもうほんと紛失事件を起こしすぎて、もう事件なんですよ。なので買っちゃいました。そんなにヘアターバンなくすことあるってぐらいなくなるので。あ、これ切らなきゃいけないかな。あ、切らなきゃいけないわ。これ開けれなかった。ここのタグを切らなきゃいけないんだけど、今ちょっと手元にハサミがないので後日開けます。じゃん、クリアファイル。これはボル様ですね。ボルデモートのクリアファイル。裏は多分これ、最後の年かな。最後の年ですね。うん。ボル様。よいしょ。あとはね、こまごまとしたものです。シリウスブラックの手配書のおはがきと、スリザリンのカードと、セブタンのカードと、これがね、純潔のプリンセス。純潔のプリンス。プリンセスって。お姫様にしちゃった。で、これが、双子です。双子かわいいよね。ということで、こんな感じですね。今日買ったものは。ほとんどビレバーン。
別に長崎じゃなくてもよかったかもしれないけど、私の中ですごく幸せなものばっかりだったので、とても幸せです。ということで、本日の動画ここまでいかがだったでしょうか。まあ、尺的にもそんなに長くないから短い動画になったかと思いますけれども、もう本当に本当に、出島博もアミプラザも最高に楽しい場所でした。またね、こういう幸せな時間が過ごせたらいいなって思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントしてお待ちください。ということで、みさぺこでした。またね。バイバーイ。